こんにちは、こんばんは。はじめまして、ギターラインインストラクターの中澤一郎こと中ちゃんです。今日はベムラムさんがプロデュースしているアリーズベムラムのシールドを、この動画見れば全部分かっちゃうという動画作りました。イエーイ。では今回使うアンプはディバイデッドバイ13の JRT915 です。真空管は 6V6 を使っているので、フェンダーっぽい音がします。結構低音が出ますね。では実際にやっていきたいと思います。まずは BBB オールブラスの黒染めから。では見た目がこんな感じで違うんですけれども、こちらまず黒染めです。でこっちが銀色ですが、ニッケルで塗られております。でやはりですね、サウンドも結構違うんですね。これを実際に試していけたらと思います。では最初に BBB オールブラスを弾いてみたいと思います。じゃあ次に BPB ブラスファスファーブロンズブラスの黒染めいきたいと思います。ではプラグについても説明していきます。まずプラグ、順番にティップ、ボディ、キャップの順番です。でそれぞれですね、ブラスとファスファーブロンズ、ブラスは B、 ファスファーブロンズは P で略されるんですが、これが BBB、 これはオールブラスで、 BPB ブラスファスファーブロンズブラスみたいな感じでなってます。で次やっていくのはニッケルメッキやっていきます。見た目が銀に見えるんですけれども、ニッケルなので、この音色の違いをぜひ見てみてください。じゃあ次に、このニッケルメッキで、BBB オール B オールブラスやります。次にニッケルメッキの BPB をやります。聞いてください。では最後にオールファスファーブロンズのシルバーニッケルメッキです。やります。いかがでしたでしょうか。この、ニッケルと黒染め、2つの塗装の違いでもキャラクターが違いますね。で僕が聞いた感想では、ニッケルの方がちょっと明るかったですね。で、範囲が痛いわけではなく、すごくきらびやかな
特徴の音がしました。で、もう一つのベムラムさんらしい、とてもゴージャスな黒染めの方の色なんですけど、僕パッと聞いた印象はリッチ。すごくリッチな印象がしました。で、具体的に言うと、ロー、ベースの帯域ですとか、またミドルの結構低い方が持ち上がってると言いますか、うまく出て、歪みとかがすごく合うような印象がしましたね。で、これですね、ティップ、ボディ、キャップ、この組み合わせによって、もう音が結構違うんですね。で、これはもう、弾いてください。試奏しないと、本当にわからないです。で、もうここまで来るとですね、好みの問題になってくるので、はい。どれも本当にいい。ぜひ、こちら、店頭で試奏してみて、ぜひ、買ってみてください。よろしくお願いします。では、今ですね、ギターラインで世界的に有名なギタリストのピーさんのオーダーしている組み合わせをですね、今注文しているところです。これが届き次第、また動画作りますので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。では、ギターラインインストラクターの中ちゃんでした。ありがとうございました。